モアモアチャンネル。はい、皆さんこんにちは、モアモアチャンネルです。今日の動画はですね、ずっとね、ある方の動画を見ていて、ずっと欲しいと思っていたサンゴをついに購入いたしました。その方のサンゴというのがこちらでございます。配信で知らない方はいないのではないかというほどのね、有名なマリンユウキさんなんですけれども、マリンユウキさんがついにサンゴショップをね、ベースの方で立ち上げましたの で、そのサンゴがめちゃめちゃ安いんですよ。ということで、私もね、どうしてもいつも動画で見ていたミキノコ、ロングポリプでね、皮膚が緑色のね、めちゃめちゃ綺麗なウミキノコを早速購入いたしました。それ以外にね、いくつかね、出品されておりますので、いろいろと買ってみましたので、今日はそちらの方を見ていただきたいのと、後半でね、マリンユウキのショップ CBS さんからね、新たな商品が出るということでね、先行いたしまして、私あるものを頼みましたので、後半そちらの方も紹介していこうと思います。モアモアチャンネル。はい、ということで、こちらが CBS さんから届いたね、商品なんですけれども、こちらは後ほどご紹介いたします。そしてね、夏休みっていうこともあってね、動画がなかなかしっかり撮れてなかったのでね、開封がここで終わってしまいます。はい、早速リップしながらね、こんな感じでございます。キノコと、これはキッカじゃなく、ウスコモンですかね。ウスコモンと海キノコでございます。他にも購入しておりますので、この後ご覧ください。モアモアチャンネル。はい、こちらがキッカサンゴとレッドのウスコモンですかね。とても綺麗な色をしております。どちらもね、2000円程度でね、売っておりますので、本当にお買い得でございます。そしてこちらのグリーンのちっちゃいやつがね、グリセアコモンですね。はい、そしてこちらが私がずっとね、欲しかったグリーンのロングポリプの海キノコでございます。以前ね、ゆうきさんがね、プレゼント企画などでもね、出していたキノコなんですけれども、ちょっとね、当選ならずということでね、欲しいなぁとずっと思っていたものが、ついに販売されましたので、私速攻買わせていただきました。本当にありがとうございます。そしてこちらがシコロサンゴ。本水槽の方にもね、大きいシコロサンゴがあるんですけれども、熊の実水槽にね、フラグでシコロサンゴを導入いたしました。今回購入したものでね、グリセアコモンとね、キッカサンゴは私初めて飼育するサンゴとなります。今後ね、どういう形に成長していくのかがね、ちょっと想像がつかないので、楽しみでございます。モアモアチャンネル。ちなみに、はい、これです。は
今後ね CBS の方で受付開始になると思うんですけれども、ちょっと先行して私オーダーいたしたものがございます。早速開けていこうと思います。こちら見えますかね、もわもわマリンアクアリウム YouTube もわチャンネル、私のロゴですね。そうなってるんだ。これはすごい、これはすごい画期的ですね。これがどういうものかと申しますかと、こちら USB にセットいたします。3、2、1、わかります。ライトがついているんです。ちょっと日中だとわかりづらいな。めちゃめちゃかっこよくないですか。光るプレートです。これやばいですよね。わかる？青つぶれしちゃって見えないかな。ここに青いライトがついておりまして、今後ね CBS の方でこういうものも販売していくそうです。もうセンスの塊ですよね。すごい。ぜひね、気になる方がいらっしゃいましたら、CBS オーダーしてみてはいかがでしょうか。すげえ、かっこいい。モアモアチャンネル。はい、ということでね、本日はマリンユウキさんのね、サンゴショップ、ベースのサンゴショップ CBS でお買い物をいたしました。 CBS とはね、コーラルブリーディング新州ということでね、ユウキさんが長野のご自宅でね、大事に大事に育てたサンゴをね、カッティングしてこちらの方を皆さんに販売しようというお店でございます。本当にね、発色もよく、状態もよく届けられました。私満足しております。そしてね、今後販売予定のこのスペシャルなオリジナルプレート、あれめちゃめちゃ綺麗でしたね。ちょっと一足先にゲットさせていただきました。そして海キノコの方はですね、まだ本調子じゃないのですが、長い目でちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでね、説明欄の方にね、ゆうきさんの YouTube チャンネルの方と CBS サンゴショップの方のねリンクを説明欄に貼っておきますので、皆さんぜひぜひお買い物をしてみてください。ということで今日はこの辺で終わりにいたします。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエストを何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。